最初からふざけてるやん。つくもぬらい。真剣にって。すいませんでした。申し訳ありません。ついにやらかし社長。誠に申し訳ございませんでした。記者会見かな。誠に申し訳ございません。すごい重い感じですけど、何がってなりますよ、視聴者が。実はですね、はい、ちょっと、はい、まあ、いろいろあって、はい、動画を週3本に減らします、はい、現在5本現在5本、うん、5本から3本、まあ、ちょっと、まあ、お前が休みに入るのも一つ、はい、で今その後任みたいな人間が、まあ、まだこれから、まあ、いろいろ勉強しとる段階、結構 YouTube ってのは撮影するだけじゃなくて、そこからカメラのデータ出して編集さんと打ち合わせしたりとか、まあ、そんなことがいろいろあるので、まあ、ちょっと今バタバタするから、うん、その人も違う自分のやる別の仕事もあるから、ね、ミオと違って、あ、別の仕事だね、あ、そうだね、そいつ自体はそのなんだ、あの SNS でライバーとか、ライバー教育か、ライバーというのをタレントを募集して、まあ、今ライバーさんが結構何百人と思うんだろう、でそれに対してのフォローアップっていうか、結構夜遅くまでなんか打ち合わせしたりだとか、なんかもっとこうしてこうとか教育したりだよね、もうこういうこと喋ったらどうとか、県外に飛んだりもしてるし、ああそうだな、今日も東京行ってたもんな、うん、まあ、そういうことがあってちょっと、まあ、週5本、まあ、今までももうすでにちょっと5本ずつ上げとったんだけど、まあ視聴者の皆さんもお気づきのように、多分動画の内容ってちょっと薄まってきてるなと思うんだよね、多分、うん、内容が、うん、でちょっと俺はもう、まあ、じゃあちょっと時間ないから現場だけ行ってさっと撮って帰ろうかみたいな、午後から打ち合わせがあるからとか、まあ、そんな形にやってきちゃってて、まあ、そういう中でじゃあ週3本にすることで、別になんか減らして楽にしよう楽にしようだけじゃなくて、逆にもう濃度濃くしていい動画を撮って、またねそういう、まあ、ドッキリの企画とかも足場にもっと考えてもらったりとか、うん、まあ、俺らこっちからの足場へのドッキリをしっかり考えたりとか、いろんな経営者として勉強になるような動画とかもつけれればなと思ってます、うん、でまあ曜日が月水金に変更ですか、月水金に変更だな、なこれ何分前経ってる、2分何も喋ることない、なので明日は木曜日ですが上がりますけど、うん、あ、来週からじゃあ今日何月か、あ、これで木曜日で、今日木曜日だ、この動画上がってるのは木曜日、木曜日に上がって、だから本当はもう上がらない日だけど上がってるから、うん、あ、木曜日って今まで上がっ、上がってない、上がってる、で明日は上がるんだな、これが上がる、あ、上がるってことな、で金曜日はやって、でもう土日からお休みに、土日休みになって月水金、月水金のその週に3本の動画にちょっと変わります。まあ、その分ちょっと内容を濃くして面白いものを作れたらなって、時間かけてものを作れたらなとは思っとるんで、うん、まあ、あとはもう俺のやりたいちょっとまあ経営者的ななんかまあ勉強になるやつとか、うん、まあいろんななんか経営者とかあってみたいな、俺はなんかすごいやつとか人に会いたいとか、そうそう、うん、あとはもうその建設業の問題とかをさ、ちょっと今日問題起きとったけど、まあ、うちだけじゃなくて、まあ、いろんなちょっとリアルな、まあ、せっかく俺もなんかこういう年で YouTube やってるから、まあ、そういうちょっと難しいものっていうか、なかなか若い年は触れないところに、まあ、触っていけたらなとは思ってますんで、はい、ぜひまた応援よろしくお願いします、はい、ちょっと、はい、じゃあ視聴者の皆さん、今後また週3本になると思いますけど、応援の方よろしくお願いします。せーの、また見てください。